今回は、冷徹勢に伝える三国志大戦の魅力というコンセプトの元カードやデッキ構築のことを紹介していこうと思うよ。その一つとして、膨大なカード総数からデッキを構築できて、同じ枠の中から好みの1枚を選択できるところがあると思う。その例として、兵士、武力、計略の指揮や性質がよく似てる。アンコモン尊級とレア朝廷を比較し、どちらが好みと選択するかを話していくよ。この、1.5 コスユニ、武力5、高知力、指揮5で、武力プラス3の長めの号令。共通点は非常に多い2枚があるからこそ、細かい好みで選択できるよ。尊級は、知力消費で 13.7 カウント、知力依存が高めて消費必須。静止中の回復量は、大きめで全ページだと6割を超えるよ。朝廷は、21カウントと効果時間が長く消化効果持ち。自分にかからんことは、欠点でもあり、二度かけできる長所でもあるよ。お互いに勢力制限はなく、朝廷は、妨害が苦手なデッキ。尊級は、兵力が枯渇するデッキで、2色運用もできるよ。色差はプラス1。まだ相手にマフィア号令の指揮はないから、この色帯のうちにラインを上げたいところやね。効果時間差があるから、これ以上攻めてもメリットがないし、13カウントと同時に撤収。策をかなり削れたので戦果上昇。横島な者には屈しません。頭は冷えた。ライド、ライド、ライド、
自由を磨き、決戦に挑むのです。孫悟の主として国を乱す者を撃つ。自由を磨き、決戦に挑むのです。孫悟を築くし、英傑よ、力を。スブロクや追加効果ではこっちが上なし押し込んで、策終わって時間かけられない盤面まで来てからの大攻勢を狙うな。この突撃が入ったのは大きい。やったか、クラグ。迎え撃つ。全員穴埋めにしてやろう。ここ両層は工場ラインに入らず停止が正解やね。計略を生かしきれてないので反省点。ありがとうございました。